まあ、ここで一つその回転っていうかそのスピンのことがその一つ僕の口から出たのでね、これ早くにそれを言ってきた、言っとかなきゃいけないかなと思ったので、サイドスピンっていうことをよくみんな言うじゃない。で、あれは物理的にありえないからね。右回転が上がるとスライスしやすいとか。右回転って何？ゴールが。こういうふうに回転することでね、ね、こういうふうに回転してるボールは、絶対に空中に浮かないよ。こうやったら。もしくはこうだったら。これね、例えば皆さんから見ててね、この回転軸っていうものが存在してて、で、ボールがこうやって回るんだけれども、ね、逆回転でこうやって、例えば僕が嘘をするとさ、こうやって逆回転で回るわけよ。ね、それが今これでいくと反時計回り。そうですよね、こういうふうに。ね、そうするからそのディンプルがあって、ボールがこうやって空中に浮いていくんだけど、この回転軸が向こう側に傾くとそうやってたんだよ。で、この回転軸が自分側に傾くとフックなのよ。それがボールが曲がるメカニズムなので、だからこの縦の回転と横の回転が両方かかるってことは、絶対にもうどんなことがひっくり返ってもありえないから。だからそのサイドスピンって何って僕はいつも思ってた、正直言っちゃうとね。何って言ったら世の中広まっちゃってると思うんですけど。まあそれは僕の責任じゃないよね。 いや、だからその要は回転軸はどっちに傾きますかっていうだけの話なのよ。だからその縦の回転と横の回転が一緒にどうやって回すの？ありえないんだよね。右スライス回スライスするものは、自分に対しての回転が向こう側へ倒れてるから、こういう回転になって右曲がっていく。それはその場合とは回る方向変わりますか？回る方向って？まだ間違ってるかもしれないですけど、スライスの時はどっち側え、どっちにしても逆回転なのよ。全部逆回転なんだけど、で、この回転はこうやって一緒なんだけど、いい？回転は一緒なんだけど、こっちへ倒れてるのか、こっちへ回転軸が倒れてるのかによって、で、自分がこう飛ぶ方向がこうやって変わるわけよ。こういうふうに曲がってるのか。ね、だからその、まあこれはね、あんまりその僕も言いたくないんだけど、グリーン上でね、フックライン、スライスラインってよく、これは日本のゴルフ用語としては通じるんだけど、外国の人には通じないからね。なぜかというと、フックスライスっていうのは空中で右に曲がったり左に曲がったりすることを言うんであって、あれグリーン上で曲がってっていうのは、地面の抵抗値が高い方が抵抗値が大きいから少ない方向に流れる、その水が流れるのと一緒だから。だからこれブレイクトゥーザライトとかレフトしかないのよ。だからそのパッティングのラインに関しては、右打ちの人だろうが左打ちの人だろうが右に曲がるか左に曲がるかしかない。ただね、もちろんその日本中のゴルフ場でね、キャーさんこれどっちラインって言ったら、はい、スライスラインですっていうふうに右打ちの人に対して右曲がるっていうのは、これは共通語として通じるから別にそのいけなくはないんだけど、ただ認識はそういうものですよっていうことを知っとかないと。だからあくまでもフックスライスっていうのは、空中で回転軸がどっちに傾いてるかによって行われることだよっていうのは、認識として皆さん持っといてもらわないと話が通じなくなっちゃうので。ちょっと待って。はい。 打ち合わせ中ね。 結構悪い、もしかしたらボール持つくんない？それと一個こういうでっかいオレンジ色の空気入ったボールが回るから、そう思うんですよ。右回転ならない。フックもスライスも同じバックスピンじゃん。その軸がこっちにね、傾いちゃうと、そうすると俺の自分の中でこういう回転かかってるんだよね。どっちも回転一緒だよね。一緒って言い方だった。あ、そういうことか。見えてきた。え、それ今更？ あくまでね、空中にこう飛ぶ姿があるものっていうのは、逆回転をしてないと、順回転だと落っこっちゃうのよ、早く。で、順回転で空中を浮くっていうのは、よっぽどの力が横に働いてるから、その方向に一瞬は空中に出るけれども、落っこっていっちゃうわけ。だから今や
パターでさえ ねロフトが4度5度必要ですっていうふうなことがなんでかって言った時に、一瞬空中に浮いてるっていうことが分かり始めてるのは知ってるよね。理解できました？ね。ではさ、まあ例えばボールってこうなった時に、これが僕からするとこういうふうに飛んでってるわけよ、みんな。ね。それがこっちへ傾いたらこっちへ曲がっていくし、こっちへ傾いたらこっちへ曲がっていくのよ。これでっかいのでやった方が分かりやすいかな。こうしといて、これがビューンってこうやって周りながら飛んでいく。でも右へ傾いたらこっちですよ、左へ傾いたらこっちですよっていうのがボールの飛び方。これがフックだし、これがスライスだ。サイドスピードないっすね。だからこういうスピンっていうのは、いや、その地球上の物理学でね、そんなことをどうやって起こせるんだろうっていう、重力があるし、でしかも空気抵抗が存在するからボールって空中に浮いてくれるわけじゃない、揚力っていう力が働いてね。だからそれを無視したその横へのスピンって何っていうふうに僕はいつも思うんだけど、テレビの解説者も使う、いやだからそのテレビの解説者が使ってるとかさ、その雑誌がそう書いてあるからとかって、ずっとそれは正しくないこともいっぱいあるわけじゃない。いや例えばその一つとしたピンハイって言葉があるよね。それはどういう意味ですか？じゃあ、まあ、ピンハイにつけたってちょっとオーバービューってしまった、うん、それ最も違う解釈。あ、さ、その通り、さすが。ピンの横なの、ね、あれね、ハイって高さって意味なんだよ、ピンハイ、ハイって、ね、でその同じレベルにありますよっていう。だからあの要はピンハイに打てる人間っていうのは、ある意味同じレベルに打ってますよって意味なんだよ。だから上に打つことが、オーバー目に打つことはピンハイじゃない、それ正しい使い方じゃないの。だみんな間違えてる人多い、それ。もちろんその解説の人も。だから高さが一緒っていうのは、要するにピンと同じレベルに打ててますよねっていうふうなことを表現してるんだよ、あれは。いや、だから上手な人ほど縦距離が合いますよねっていう表現は使うことは知ってるよね。なぜかっていうと、ゴルフっていうのは正しく距離を打てるとそんなに間違いがない、その方向性もそんなにひどく違わないっていうふうなことはもうね、いろんな形で僕説明してるけどもね。だからできるだけ同じレベルのところに保つとか、もっと早く伝えるべきだったんじゃないですか。いや、それは僕に言われても、だってみんながそうやって書いてるからさ、そこで僕は反対してもしょうがないよね。いや、ただね、それはもうニュアンス的にね、日本のゴルフ用語としては通じるから、はい、いやだからそのアッパーブローっていう風な概念はあんまり考えない方がいいのかなっていう、そのあくまでもボールにコンタクトする時っていうのは少なくとも、まあ、ゼロか、もしくは要するに上からそのアタックアングルっていうのかな、そのできるだけ上から当たるということが大切だけど、上から行き過ぎないっていう適度な角度、その、ね、今やその大リーグでさ、野球でもホームランの、その出る確率っていうのがゴールデンアングルっていうのがもう本当にはっきり分かってきて、ね、昔はそのバットを上から入れるんだっていうふうなことをよく言ったけども、現実はその少し下目から、それこそその野球のバットに関してはちょっと下目に行きながら球体と球体、あの局面と局面が当たるから、だから少し下目から行ったものの方が正しい逆回転が与えられて、そのなんていうかな、ホームランの量産になってるっていうことはもう科学的に分かってる。だからまあ今もそっちの方向に振るためにいろいろやってる、新さんの大谷翔平選手、彼もそれをするためにはやっぱかなりの筋力が必要なんですって。だから特別なトレーニングをして体もあれだけ作るっていうふうなことで、かなりホームランのね確率は上がるらしいので、だからそれはもう科学的に証明されてる。だからそれは多分アッパーブローではないんだよね。その飛んでくるボールに対してね、そのこういうバットっていうの丸いものが当たる時の角度なので、だから本当にアッパーに、その打つ方向に対してアッパーに行っちゃったら球ポンと落っこっちゃうの、絶対物理的に起こるわけだから。ゴルフの話でいくと、例えば、うん、それを
追い求めるとしたらボール位置は、うん、今一般の人が考えているよりも少し中めに入った方がいいのかな、うん、そして、うん、ティーの高さも、うん、一般の人たちが打ちやすいっていうものよりもちょっと低めの方が、まあ、しやすいだろうね。それで例えば今の本当に上のね、一流選手たちを見るとかかとよりもボールが中に入ってきてるよね、ドライバーのね、ほとんどが。